トムスクは、シベリア西部に位置するロシア連邦の都市。シベリア連邦管区に属するトムスク州の州都。人口は57万4千二人シベリア最古の町の一つで、2004年には建設400周年を祝っている。富川に臨み、富川が帯川に合流する地点から 60km。1969年1月に最低気温マイナス55度を記録している。 1604年に、ツァーリー、ボリス・ゴドゥノフが、コサックのガブリル・ピセムスキーに命じて、トミカ・ハンに建設させた要塞を起源とする。軍事的な拠点として発展し、地域の行政の中心となった。1782年に都市として登録され、1804年に、トムスク県の県都となる。1830年代より、シベリアでの金の発掘が、 盛んになったことで人口が急速に増えた。一時はシベリア最大の都市となったものの、シベリア鉄道建設の際にトムスクは幹線から外れてしまった。トムスクの先の帯川周辺に湿地帯が多いため鉄道を渡すことができず、鉄道はトムスクよりも南に不設され、トムスク支線だけが来たため、トムスクは東西交通の利益を得ることができず、 ノボシビルスクなど鉄道沿いの町にシベリア最大の町の座を明け渡した。1917年のロシア革命の後、トムスクはシベリア地方に含められる。1937年にはノボシビルスク州の都市となる。第二次世界大戦の際、トムスクには多くの工場がヨーロッパロシアから移されてきた。1944年8月13日にトムスク州が設置され、 トムスクはその州都となった。1950年代には、高濃縮ウランとプルトニウムの工場を呼び、従業員の町が近郊に作られ、これは後に核兵器なども扱う閉鎖都市トムスク7となった。トムスク大学1878年に設置された。トムスク大学はシベリアで最初の大学である。1896年にはシベリアで最初の技術専門学校。 現在のトムスク工科大学が開設された、富川に望む加工を持つ、シベリア鉄道トムスク支線の駅がある。ありがとうございます。